皆さんこんにちは、りくチャンネルです。今回はじゃーん、ミニオンのキューティースティックスを紹介します。このミニオンのキューティースティックス、こんなのとかこんなのとかこんなアクセサリーが作れちゃうんです。この大きい箱のやつはカットする本体とかが全部入ってて、消しゴムとかもで、こっちが消しゴムとかがなくなったら別売りであります。で、今回これどっちも紹介します。このキューティースティックス、他にいろんな種類があって、私はミニオンが大好きなのでミニオンにしました。じゃあ中に入ってるものを全部出します。こんな感じのものが入ってました。まず穴開け用本体が一つと、カット用本体が一つ、そしてカット用フレーム各1本ずつ、穴開け用フレーム大中が各1個で、あとこれはブレスレットとか留めるやつ、紐が2つで、消しゴムが3つ、かわいいミニオンで、ちっちゃいのが5つ、これもまたかわいいの。次、ちっちゃい箱に入ってたやつが両面テープ、紐が1つ、またさっきと同じ消しゴムが入ってて、紐を留めるやつとコネクタっていうやつが12個。じゃあブレスレットとネックレスをまず作るので、このカット用本体にカット用フレームを入れて、カットしたい消しゴムを入れます。奥で止まるまで押して、カチッと音が鳴るまで押す。お、 OK かな。え、カット生きてる、ほらすごい、こんな感じでカットできた、かわいい。で、これをどんどんカットしてネックレスとかにしていくんだね。じゃあ使いたい消しゴムとか全部カットしていこう。こんな感じでカットしました。で、こっちの隣のやつは最後のやつでちょっと薄くなっちゃったやつです。で、ネックレスを作りたいので穴を開けていきます。横に糸を通す穴、まずこういうのがついてて、大きい方には大きいの、ちっちゃい方にはちっちゃいのを入れます。じゃあ蓋を閉めて、ここにセット、ここを押すで OK なのかな。じゃん、ちゃんと穴開いてる。半分だけこれ穴を開けました。で、ネックレスを作るときこれだけでも十分可愛いんですけど、もっと可愛くしたいのでピンクのビーズと青のビーズを用意したので、まずはビーズなしでブレスレットを作ります。自分の手に合わせて、こんくらいかな、ここにこう通して結んで、もうね、紐が取れないようにして、好きなミニオンとかバナナとかを通していく。ほら、かわいい。さっきと同じようにこれをこうやって結んで、ここをこうくっつければ、じゃーん、ブレスレットの完成。めちゃくちゃかわいいんだけど、これじゃあちょっとつけてみよう。ほら、消しゴムでブレスレットが作れちゃう、めっちゃかわいい。これじゃあ次はビーズも一緒に使ってネックレス作っていきます。ネックレスも絶対可愛いじゃん。同じやり方でこのパーツをさっきみたいにくっつけて、完成。見て、本当にめっちゃ可愛い、キラキラしてて。普通に消しゴムだけでもこんな感じでめっちゃ可愛いんだけど、ビーズをつけても可愛いと思う。自分で好きな色のビーズとかつけてアレンジしても楽しいね。じゃあつけてみよう。こんな感じ、可愛くない？ほら、いや本当に気に入った。じゃあ次は筆箱やノート、ヘアピンにこの消しゴムでアレンジしていきたいと思います。100均のものを用意しました。まずヘアピンにノートで筆箱。じゃあまずはノートからいこうかな。ここに両面テープをつけて貼る。もうできた。使いたいものに全部両面テープ貼っていきます。全部両面テープ貼ったのでデコっていきます。こうやって、ノートはデコり終わりました。結構シンプルなノートがこんなに可愛くなった。ミニオンだらけの可愛いノート完成。じゃあ次、ヘアピンをデコっていきます。あの余った最後の、あの薄くなった消しゴムとかはこういうヘアピンとかにデコったらいいと思う。完成、かわいい。こんなに簡単にこの普通のヘアピンが可愛くなるので、次はこの黒のヘアピン、これをつけよう。じゃーん、
ミニオンヘアピン完成。かわいいね。次はこれ、ペンケース。ここをミニオンここに貼ったり、星とか、じゃーん、できた。めちゃくちゃかわいい。普通のペンケースがこんなにも可愛くなる。デコったブレスレットとかラッピングして友達にあげたりプレゼントしたりしても喜ぶと思うな、可愛いから。で、これ消しゴムなので普通にアクセサリーにしなくても消しゴムとして使ってもいいと思う。で、可愛いし、もう本当にデコるのもアクセサリー作るのもすっごい楽しかったです。これ大きいのはミニオンにしても別売りで、こういうのとか隅っこ暮らしとかがあるので、いろんなキャラクターの消しゴムでアクセサリーが作れちゃうから、ぜひ皆さん概要欄にリンクが貼ってあるのでぜひ見てみてください。あと可愛い消しゴムなのでそのまま消しゴムとして使っても可愛い。今回はこのミニオンのキューティースティックスでノートをデコったりアクセサリーを作ってみたりしました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。リクチャンネルでした。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございます。そして前の動画もここにあるのでぜひ見てください。で、チャンネル登録はあ、ここチャンネル登録もよろしくお願いします。そしてTwitter と Instagram もフォローよろしくお願いします。リクチャンネルでした。バイバーイ。